会議に駆けゆく二人は誰ぞ。見つめ、遠足に尾が一つ。かくて二人は空かける。古来、北欧神話に伝わる謎。北欧神話の最高神、オーディンが愛した最高の馬、スレイプニル。彼がいれば、神の世界、巨人の世界、死者の世界、どこへでも行ける。こんばんは、Mちゃんです。今宵は、最高神オーディンと神の馬、スレイプニルにまつわる物語をお話ししましょう。世界に初めて現れた最初の神、ブーリ。その息子、ボルと巨人、ベストラの間に生まれたオーディンは、後にこの世の天地を創造しました。故にオーディンは万物の父と呼ばれ、神々の頂点に立つ最高神とされています。最高神オーディンは、その座にふさわしい威厳と魔術を持ち、また学びに大変貪欲な神でした。知識を得るためなら命も惜しくない。彼はそれほどに知識を求めました。そんなオーディンがこよなく愛していたことがあります。それは世界中を旅することです。旅の中で得られる知識、情報、経験。彼にとってはこの上ない学びの場でした。旅をする際、オーディンはスレイプニルという名の馬を連れて行きました。灰色の毛並みに俊足の八本の足。スレイプニルはすべての馬の中で最高と称えられるほどに素晴らしい馬でした。スレイプニルがいれば陸海空、どこに行くにも自由自在です。二人は世界中を旅して回りました。ある時、オーディンはスレイプニルに乗って、巨人たちの住む国、ヨーツンヘイムを訪れました。そこで、巨人、フルングニルと、彼の相場、グルファクシに出会います。フルングニルは、オーディンを見て尋ねました。その素晴らしい馬に乗っているお前は、一体何者だ？オーディンは、さすがに自分の正体を分かっているだろうと考え、この問いには答えず。ヨーツンヘイムにはこれほどの馬はいないだろう、と返しました。するとフルングニルはこう答えました。我が馬、グルファクシの方が、その馬よりも速く走るだろう。オーディンは何も返さず、そのままスレイプニルを走らせ、颯爽と立ち去ります。これを受け、巨人フルングニルは、なんて無礼な奴だと大激怒。相場、グルファクシに飛び乗り、急いでオーディンを追いかけました。スレイプニルは風のように走ります。グルファクシも引き離されないように、なんとかついていきました。怒りで我を忘れた巨人、フルングニルは、必死に後を追うままに、ついに神々の世界、アースガルズまでたどり着いてしまうのです。グルファクシの見事な走りを見て、感心したオーディンは、フルングニルを自分の館に招待しました。オーディンはフルングニルに酒を勧め、フルングニルは、神々の宴に混ざって、次々と酒を開けていきました。さて、すっかり酒の回ったフルングニルは、少々厄介になってきました。神々の国を破壊して、女神を連れ帰ってやる。彼の暴言にうんざりした神々は、オーディンの息子にして、軍人であるトールを呼び出しました。怒ったトールは、フルングニルと決闘することを約束するのでした。
後日、二人の決闘は神々の国と巨人の国の境で行われました。多くの巨人たちが見守る中、ついに戦いの決着がつきました。トールが投げたミョルニルの土がフルングニルの頭蓋骨を砕いたのです。勝利を収めたトールはフルングニルの相場グルファクシーを譲り受け、それを息子のマグニに与えました。これで神々も一安心。ところが、オーディンだけはスレイプニルに匹敵する速い馬を自分に譲ってもらえずに悔しがったのでした。今夜のお話はいかがでしたか？お休み前の神話シリーズでは世界中の神話をお話しします。合わせて M ちゃんの朗読チャンネルもぜひ訪れてみてくださいね。今日も一日お疲れ様でした。それでは良い夢を。